どうもこんにちは、野村大輔です。今回はシシャモの君とゲレンデをやっていこうと思います。この楽曲ではギターがかなりこうザクザクとした弾き方で、気持ちのいいサウンドですので、そのあたりを中心にやっていこうと思います。そして今回使用するギターは、こちらのテレキャスター、そしてエフェクターの方がズームの G5 を使っていきたいと思います。それではイントロフレーズをやっていきたいんですが、ここは大きく分けて3つに分けれると思います。まず最初のグリスでこう元気よく上がるところですね。ここは3弦の4フレットを人差し指、そして2弦の5フレットを薬指。これコード E のコードトーンなんですが、この曲の頭の一発目がコード E ですので、その音にこう向かうというか、ここからスタートします。そのまんま上にずっと滑らせていくだけですね。はい、ここ右手はもうかなり、ざっくりというか元気よく振ります。はい、そしてその次のパートがここのフレーズですね。これ優しく弾いちゃうと雰囲気が出ませんので、もう右手を本当に振り抜くっていう感触で、このぐらいの方が元気がいいと思います。こんな感じですね。はい、そしてこの後に、リードフレーズが登場するんですが、ちょうどこの9フレットと11フレットをこの人差し指と薬指で弾いていきます。はい、ここまでで、イントロフレーズが完成になります。それでは A メロの、ブラッシング混じりの、カッティングサウンドをやっていきたいと思います。ここではまずはコード E で、これはもう右手ですぐに止めます。こんな感じですね。でそのまま今度は A から半音上がって B まで、こうやって弾くんですが、CD を聴く限り、この2弦の音が入ってるんですね。1弦の音は入っていないんですが、ですので、パワーコードではなく、ちゃんとコードを押さえるっていうのがいいと思います。はい、そしてこのまま上がっていって、この C シャープ7ですね。ここまでが A メロのフレーズになっています。さあ、それではソロパートに行ってみたいと思います。ここは長いのでぜひ頑張ってください。まずはですね、1弦のこの5フレットのところに人差し指を置いておきまして、はい、このフレーズが結構肝です。この、チョーキングもですね、この半音ぐらいのこの微妙なところ、続いて1フレットずれて4フレット。はい、この4フレットと6フレットをこのハーフチョーキングで。これがやっぱり肝の2つになってますんで、ここをつなげて。これを繰り返します。はい、でここまで来たら今度は一気に9フレットまで人差し指を上げて、イントロで使ったフレーズがちょっと変わるんですけど、はい、この落ち着く音が変わります。はい、そしたらまたソロを戻します。でその時に戻る時に、1弦と2弦の解放、2フレット、4フレット、そこから5フレットに戻ります。スライドですね。というふうに、つなぎのフレーズとして使ってます。はい、そしてここから単音です。
はい、ここまででソロが完成になります。